すごいなこれ、通天閣あるやん。あ、確かに通天閣近くありますね。中にはね、あの椅子もあるんで。すごいな、ここら辺。太陽の塔ってどこにあんのやろ。すごいな。皆さんどうもこんにちは、マイピカです。前回ね、スカイビルかな行ったと思いますが、今回はアベノハルカスですね、に行きました。ちょうど真正面ですね。あのめっちゃ高いですよ、これ上。これね、行きましょうか。はい、ということでアベノハルカスなんですけども、高さがね 300m だったかな、はい、で日本で今現時点でね一番高いビルとなってます。はい、あくまでも現時点なんですけども、ただですね、4年後ぐらいにですね、2022年までに、高さが 330m のかなビルが建つ予定なんでね、東京の虎ノ門だったからですね。でそこからさらにまだね4年後か5年後ぐらいの2027年までには 390m のビルが建つ予定なので、一番高いビルではなくなってしまうんですけども、あの駅ビルの中ではまだ日本一を維持するのかな。なので、まあ、大阪ではね一番高いビルになってますね。ここにあの展望台がありますので、ちょっと中行きたいと思います。はい、もうね地下のねエレベーターから行けるのかな。16番ゲートって書いてるな。何押したらいい。乗り出しボタンを押してください。結構エレベーターの数多いですね。ね、2、3、6個あるのかな。6台もあるなエレベーター。こっちから行きましょうか。あんまり人が乗らんところで乗りたいから。でですね、一番上の方に展望台があるんですけども、百貨店がね14階までだったかな。で16階にあの美術館があります、ね、書いてますよね上にね。でそこから上があの会社とか、うん、会社のゾーンがあって、そこよりねさらに上がねホテルですね、うん、ほらここ書いてますよね、大阪マリオット200ホテルって書いてるでしょ。でそこのさらに上に展望台があるっていう感じです。はい、あれもうここでなんか公園みたいになってますね。ね。ほらほら、アベノ部屋。なんか食べてますね。ここちょっと行きましょうか。なんて書いてんのこれ。あ、現在の高さ80m って書いてますね。これあれか、12時半まで。12時半に何かやってるから、ここちょっと後回しにします。あのね、12時半までの受付で、上のヘリポートに行けるかもしれないんで、そこのね、ちょっと予約をしたいんで。すごいなこれ、通天閣あるやん。あ、確かに通天閣近くありますね。動物園もあるんで。あ、実際ね、あの大阪城とこんなに近くないけどね。あ、万博記念公園もあるじゃん、あそこに。ありますね。でこっちがショップですね。ショップがいくつかある、ね、奥の方にもショップがありますね、うん、でここがさあの美術館ですね。中に美術館あるんで、ここが美術館の中かな。あの展望台どこにあんのやろ。あ、こっちか。すげえ。はい、でここがねエレベーター前のフロアになってますね。で展望台へはチケットが1500円ですね。それよりさらに上のヘリポートまではプラス500円で合計2000円で行けます。すごいな、めっちゃすごい。なんか耳がね痛くなった。やっぱ気圧が変わるからだ。やばい、耳がめっちゃ痛い。暗くするか。すごい景色やな。
ただガラス越しなんでね、ただめっちゃ早かったエレベーターまで。こっち行きましょうか。すごいな。結構小さく見えてるんで、どこが何かっていうのはちょっとあれですよね。これどっち側だ、東かか、東側っぽいですよね、こんな感じ。なんか写真スペースもありますね。本書いてる。あ、古墳とかがあるんか、世界文化遺産。向こうあれやな、あれなんないの、墓か、墓地ですね、あそこ。すごい高い。あそこの奥にもあるしね。あれなんなんやろ、ドームみたいなやつね。いや、もうちょっと高かったら雲に届きそうなぐらいの高さですね。うん、ね、こっちと。すごい高いよね。いや、どこでそのチケット買えるんやろ、上の。これを持っていけんのかわからん。これ持っていかれへんのやったら、あの写真撮影だけになる可能性もありますね。ああ、こっちが来たか。あ、絵描いてんのか。ね。あ、生駒山、左上の方なんか。あ、生駒山行きましたけどね、向こう。ね、こっち側。こっち側ね。ぬかた園地とかあるところが向こうの方ですよね。で、北川がこっち、大阪城が見えるはず、ここからも見えへんかな。天王寺動物園がね、あそこから、あの下っすね。だったら大阪城見えないんじゃないかな。あそこのね、あの寺が四天王寺です ね。申し込みカウンターとかいてる。すいません、一番上のヘリポートでもう予約終わりました。なんか12時半からのやつ行けます。これってこれ持っていくことはまずいですかね。そうですね、棒があるから持っていけない。はぁ、じゃあカメラ、携帯を持っていっていただけるんですけど。はい、これをつけてるとまずいってことですか。です、ね、あ、外せばいけますかね。はい、外せば、外したら、まあ、写真でも動画でもいけるってことですか。はい、写真でも。わかりました。このようなものはご遠慮いただいていますので。はい、わかりました。あ、一応予約ってできますかね。はい、受付させていただいて、はい、ちょっと待ってください、これ貸してもらう。ちょっとあれですね、あのガラスとかになんか傷がいってますね、これ、まあ、ちょっとこっから見えてんのかな。ここも気づいてるな。結構ね、あのガラス気づいてますね。あ、ここも気づいてない。あ、こっから、ね、大阪城見えないんじゃないかな。でね、あの上のねヘリポートツアーにね申し込んだんですけど、あのジンバル持っていけないみたいなんで、カメラのみとなってるみたいなんで、ですね、カメラのみ でただあの動画と写真撮影もいけるみたいなんで、ちょっとね、写真とね、ちょっと動画を撮っていきたいかなと思ってます。うん、ですね。はい、うわ、すごいでかいな。今ガラス張りですけど、ガラス橋じゃない景色を見ることができます。はい、でね、あのね、ここのね、1500円でチケット買うと、あの1つ下の階と、あ、2つ下の階までかな、降りることができます、うん、通天閣みたいな感じで、あのどこが何とか書いてる、谷町筋、うん、エントランスエリア天芝って書いてるな。上町筋天文寺区役所、大阪城ね、見えるかな。あのさ、あのね、通天閣にもさ、太陽の塔って書いてたけど、見えへんやろ、こっから。太陽の塔って見えるかな。
皆さん見えますかね。俺全然見えへん。太陽の塔ってどこにあんのやろ。だいたいね、大阪城もこっから見えないんじゃないか。ビルに隠れて、あ、見えた見えた見えた。微妙に見える。微妙に見えますね、奥の。見えますね、大阪城見えますね。太陽の塔が全然わからん。どこにあんのかですね。で、スカイビル、あ、スカイビル行きましたね。通天閣行った。うん。通天閣スカイビル行って、んで、あれかな、アベノハルカスの3つ目ですね。うん。ね。今はこっちっていう感じですね。はい。中にはね、椅子もあるんで、すごいな、ここら辺。とりあえずね、12時半まで時間潰す必要があるんで、11時54分なんで、あと30分後ですね。ほら、通天閣見える。ね。ね、通天閣。見えるでしょ。ね、前見たときはね、向こう側からこっち撮りましたけど、今度はこっち側から向こうを撮ってるっていう感じ。ね、結構小さいですよね。ね、こっちが西側ですね。この下がさ、なんかガラスになってますね。ほら、めっちゃ怖いんやけど、こっから下見るとこんな感じね。ね、結構怖いでしょ。